れ様です。それでは23週目の材料見通しをやっていきましょうか。で、23週目は6月3日から7日なんですけども、金曜日には雇用統計がありますね。で、グループとしては月火というくくりと水木というくくりと金というね、3つのくくりになるかと思います。まあ、ですので今までとはちょっと違ってですね、マーケットが変わりやすいんで注意が必要ですね。で、月曜日の深夜ですか。月曜日の深夜にちょっと大きめな材料が出て、水曜日の深夜にも大きめの材料が出ると。で、金曜日の夜にも大きめの材料ということで、それぞれね、アメリカからの材料になってくるんですよ。ですんでね、日本からの何かね、大きな材料っていうのはないんですけども、まあ、アメリカが主導してマーケットを引っ張っていくのかなっていうところですから、その辺に注目していきましょう。で、まず月曜日なんですけども、何もない状態でスタートして、その日の夜に ISM が入ってくるかなってことですよね。あ、ですんで、月曜日単体と火曜日、水曜日って扱いかな。はい、さっきとちょっとね、で、前言撤回になりますけども、月曜日と火水グループですね、どうやらね。で、ISM が終わった後、火曜日がスタートして、で、マネタリーベースが出てますけども、これはそこまで気にしなくていいのかなと思います。はい。で、やっぱり火曜日から水曜日という形で、火水が一つのマーケットになってますね。で、水曜日の深夜に ADP の雇用統計が出て、ISM が出てっていう形ですから、そうですね、水曜日で一旦切れて、で、木曜日が、そうですね、材料が落ち着いた後の木曜日が始まると。で、木曜日に、まあ、ECB の政策金利の発表もあるんですけども、このラカルドさんのね、記者会見も影響がね、出ることは出るんですよね。だからちょっと見ておかなくちゃいけないかなというところです。で、金曜日に入るわけですけども、金曜日は深夜に材料があるのかな。だから、そうですね、木金グループでいいのかな、これは。で、月っていうのと、火水っていうのと、木金グループですね。どうやら、この3つのグループになるかなっていうところで、修正させていただきます。金曜日の夜には結構ね、材料が多めに出ますんで、これはご用心でございます。まあ、ここまでポジションを持ってる方はいないと思いますけどね。はい。改めてなんですけども、月曜日、そして火水、木金、この3つのグループに分けて考えていきましょう。それ以外は特にないかな。で、価格帯としてはね、157円からスタートして、予想がつきませんね。最終的に。これがね、158円の方向に行くのか、156円の方向に向かうのか。ちょっとわからないんで、週間トレードは控えた方がよろしいかと思います。そんなとこですかね。はい。それでは。